ットボールファンの皆さん、こんにちは。サッカーショップカモ高木義成です。今回はゴールキーパーの基本について僕が担当して教えていきたいと思います。今回来ていただいたのは新宿店石田くんです。お願いします。今日は本当にキーパーを始める方でも学べるような基本の木からしっかりとやっていきたいと思います。お家でもできるのでぜひやってみてください。まずは正面キャッチの基本姿勢、キャッチング、大事なところをやっていきたいと思います。僕は正面キャッチが一番難しいと思っているので、ぜひ皆さんもしっかりと練習して、取れるようにしてください。気をつけして、肩幅に広げて深呼吸をするぐらいが一番いい姿勢です。で、あとは手の位置はここだと手が出づらいし、ここだと下のボールに対応できないんで、一番ちょうどいいところで収める。で、手の甲を向けすぎない、お化けにならない感じでやるのがいいと思います。なので、最初の構えはこういう感じになると思います。で、ボールが来たらスポッと入るとっていう形になります。この時に、肘が開きすぎないように、閉じすぎないようにした方が取れます。しっかりと、はい。で、こうならずしっかりと体の正面取れる一番いいとこで取った方がいいと思います。はい。足も開きすぎず閉じすぎず、ガニ股になりすぎず、しっかりやっていけたらいいと思います。はい。こうなっちゃうとこう落ちちゃったりとかすることがあるので、しっかりと閉じてやります。あとは挟んで取らないようにしてください。挟んで取るとすっぽ抜ける原因にもなるので、しっかりと優しく包んであげてください。あとはこう手首がこうならないように、手の甲が向かないようにしていったらいいと思います。あんまり手ばっかこう意識いくと下半身が遊んじゃう場合があるので、しっかりと下半身構えていきます。はい。で、慣れてきて、これは応用編なんですけど、雨の日とか強いボールが来た時にこう逃げる方法もあります。これも練習なんですけど、家の中ではなかなか難しいと思うんで、やらないようにしてください。家の中でもし投げてもらえる人がいなかったら、もう最初構えた状態でこの姿勢をキープする、これは一番大事なので、イメージとしてやったらいいかなと思います。はい。うん。石田君、実際今のを踏まえてやっていただきます。まず構えてください。足の幅はそれで大丈夫ですかね。そう。で、しっかり構える。手の位置も。じゃあ、今から行きます。はい。はい。どうぞ。はい。ちょっと肘が開いてると思うので、取ったら止めてください、そこの場で。ストップ。そう。ただ、腰が落ちないと思うんで、もうちょっと腰を落としてみる。そこまでやっちゃうと、落としすぎなんで、一番いいところ、深呼吸し、気をつけして、肩幅開いて、もうちょっとかな、肩。で、つま先が開かない、開きすぎない、で、深呼吸して、落とす。で、ボールを構えてみてください。で、肘を締める。はい。じゃあ、それでもう一回やってみてください。はい。はい。で、最初から手を出してると、下に来たボールはいけないんで、あくまでも自然体。はい。それ大丈夫ですか？はい、行きます。
あれ手の形がおかしいので、それは肘が締まりすぎるからグローブのがこうキュッと なってしまう、近くなってしまうので、それ自分で直してみてください。そうですそうですそうです。でキャッチングしたら、そうです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 、はい、いきますよ、はいはい。でこれはまだぎこちない形なんですけど、これをまあやっぱしキーパーっていうのは100本1000本1万本でやっていくんで、何回もやっていけば上手くなる。でキーパーの始まりは正面キャッチで、終わりも正面キャッチだと思うぐらい正面キャッチは大事なんで、で今石田君ガニ股になったんですよね。だんだんガニ股になってきたんで、100本来たら100本同じ姿勢で取れるように意識してください。頭のてっぺんがつま先まで意識する、はい。ずれても同じ、はい。で家で練習すると、石田君が家で練習するとしたら、はい、イメージして、でそれを上に上げてみてもいいですし、下に上げてみ、そう、常に同じ風に、はい、やっていったらいいと思います。はい、じゃあ集中して5本、はい、はい、1、はい、2、はい、ガニ股ならない、3、はい、4、はい、 OK です。今回は正面キャッチの基本姿勢について皆さんにお伝えしました。石田君、はい、どうでしたか？基本姿勢大変ですね。難しいですね。大変だし、これをまず覚える、そしてキーパーを辞める日が来るまでこれやり続けることなの で、 そうです、ね、はいはい、一緒に頑張っていきましょう、はい。次回は正面付近のボール、お腹ら辺バージョンです。ぜひご覧ください。質問とか、やってほしいなっていうことがありましたら、コメント欄へぜひいただけたらと思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。